皆さん、こんにちは。川の石の古里陸です。今日はリフティングチャレンジということなんですけど、まずは自己紹介から始めていきたいと思います。2001年の4月18日生まれの19歳です。出身は神奈川県出身です。好きな食べ物はバナナと納豆です。趣味は水泳をすることです。今回はリフティングチャレンジということなので、リフティングの動画と解説付きで皆さんにお送りしたいと思います。よろしくお願いします。見てほしいプレーは両足からのサイドチェンジやスルーパス、チャンスメイクです。運動量の多い攻守にあたってのプレーにも注目してほしいです。今年の目標はまずはリーグ戦デビューをすることです。そしてより多くの試合に絡んでチームの勝利に貢献できるような選手になっていきたいです。チーム内には経験豊富な選手がたくさんいるので、その選手たちからたくさん学んで自分の成長につなげられるような1年間にしていきたいと思っています。今からリフティングチャレンジをしたいと思います。リフティングの解説をします。まずは右足でボールを引いて左足で上げます。ボールが上がったら左足をクロスさせて右足でボールを上げます。ボールが上がったらそのまま右足でボールをまたぎます。右足でまたいだ勢いで左足でボールを上げます。右足でボールを吸収させて首の上に上げます。上げたらそのボールを下に下げてヒールで上にボールを上げます。皆さん、僕のリフティングチャレンジはどうでしたか？解説もついているので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今はコロナウイルスで大変な状況が続いていますが、皆さんもかからないように予防に努めましょう。これで古谷戸陸のリフティングチャレンジを終わります。